ということでね、はい、お決まりのやつで始まりましたけれども、ね、僕たちここだけはやると決めて勉強だったり作業だったりを一緒にやっていくクイズノックトマロー勉強ライブでございます。伊沢拓司です。京平です。お願いします。お願いします。いつもの通りと言いつつちょっといつもと違う順番で始まってしまったそうですね。はい、ということでですね、メンバーと毎回1時間勉強して各々の目標を達成していこうと、一緒に達成していこうというのがですね、このライブの目的ですね、はい、何をやっても OK、 皆さんが集中して打ち込みたいことを選んでやりましょう。そして、進め方のコツとしてここでいつも紹介しているのは、何をやるかの目標をあらかじめしっかりバツンと立てておく、なるべく具体的な形で立てるということがこのライブで、やることになっております。25分集中、5分休憩、25分集中とやっていく中でですね、その間に何をやるかというのを決めてから取り掛かりましょうということでございます。そしてやった結果だったりとか何をやるかの目標というのはですね、ハッシュタグクイズノックと学ぼうでシェアしていくと、みんなが応援してくれたり、みんなが刺激になったりするので、ぜひぜひお願いします。ここのコメント欄とかチャット欄でもぜひぜひ宣言に使ってください。高め合っていきましょうということで、京平は今日何をやりますか。はい、僕はですね、こちらの、はい、経済学、経済はロックに学べという、ロコノミクスという、まあ、ちょっと前も有名な本なんですけど、うん、まあ、経済、まあ、音楽の市場と、まあ、経済を、うん、まあ、一緒に分析していこうという本ですね。今日読み始め、はい、いや、もうすでにそのイントロダクションの部分だけ読んでいたので、まあ、第1章から読んでいこうかなという感じですね。なるほど、どれぐらい読めたらって感じですかね、この1章。そうですね、まあ、でも分からない単語とかもあるかもしれないので、それを調べながら、うん、どうですかね、まあ1章読めたらいいかな。なるほど、1章何ページぐらい、1章分ぐらいで、まあ30ページぐらいですか、ね、あ、なるほど、じゃあ結構じっくり読んでいく感じですね。はい、はい、そうですね。僕はですね、クイズを、まあ、この1ヶ月ぐらいずっと勉強してるんですけど、はい、読み終わった問題をですね、ストックして何度も何度も繰り返すエクセルファイルがあるので、はい、それで大体この時間の間に200問ぐらいはさらえたらなと思ってます。200問、そうです。一気にスピードを上げてやっていきたいと思います、はい、それでは皆さんもコメント欄等で宣言が済みましたらチャット欄閉じて、ここから25分集中しましょう。はい、ちょっと強兵タイマーお願いしていいですか。もう25分セットします。 OK です。では始めましょう。最初の25分用意スタート。
はい、お疲れさんでーす。ということでね、25分やってきましたけど、皆さんどうでしょうか。ここから5分間一旦休憩しましょうというコーナーです。どうでしたか、進捗は。いや、いい感じです。大体30ページの半分ぐらい読めていて、ちょうどいいね。そうですね、中で YouTube の話も出てきましたよ。ああ、なるほど。音楽の産業の話。いつ書かれたやつなの、それ。これ2019年で、あ、最近なんだ。アラン・クルーガーさんっていうのはなんか、うん、オバマ大統領の政策の助言をしていた、うん、経済学者の方ですね。ほうほう、面白い。それだけの文章書いてるの、その人はね。すみません、面白いです、これ。私は150目標もやっちゃったんで、まあちょっとペースを変えつつ、まあもう一回、多分200で一塊のセットいっぱい作ってるんで、はい、その同じ200もの塊をもう一周して、定着を目指そうかなという感じです。ということで、皆さんもいかがでしょうか。皆さんの進捗もですね、コメント欄とかに書いてください、はい、という感じなんですが、早速休憩中の休憩に質問とハッシュタグやっていきましょう、はい、ハッシュタグ休憩中の休憩に質問では、この休憩時間を使って我々クイズノックのメンバーにですね、質問したいことを募集しております。はい、読みましょうか。はい。私は現在中1です。私には悩みがあります。周りは将来の夢や行きたい高校など決まっている人がほとんどですが、私には夢がないということです。うん、あと2年ほどあるとはいえ何も決まる気がしません。どうしたらいいでしょう。早くない、はあ、早いね。そうですね。いや、僕も全然まだ将来何したいか決まってないっちゃ決まってないですよ。そうか、大学生だけど。そうです、うん、いや、まあ、これ中学生ぐらいからみんな考えますよね。そうね、夢がないか、なかったな。俺も結局24歳までは何するか決めてなかったというか、なんとなく研究者になりたいとか、はいはい、企業で働きたいはあったけど、そうね、まあだからこれはむしろだから将来の夢を決めるというよりは行きたい高校を決める方なのかね。そうですね、そっちは先高校生としては、はい、どうやって決めるもんなのかね。どこやって決めればいいんですかね、うん、まあ家との距離ももちろん大事でしょうし、うん、まあやっぱりそろそろ最近対面とかのオープンキャンパスとかも、うん、そう復活しつつあるので、参加してみて雰囲気とかで決めてみたらいいんじゃないですかね。そうだよね、将来の夢から逆算して決められたらそれは超幸せだけど、そうですね、それが全てではないよね。はい、ほとんどの方は普通科ですかね、普通科に行くと思うんで、うんうん、多分どこ行ってもあまり変わらないんじゃないかなって思います。そうね、で多分、まあ、例えば普通科に行かなかったとしても、はい、そこで手に入るものというのは普通科で手に入らないものが手に入るわけだし、ね、どこを選んでもそのある程度ものは身につく。それはどちらかというと受け手側の態度が大事だから、はい、何かを得てやろうっていう気持ちで行けば何かが身につくので、はい、ってなった時に、ね、しかもまあミスってもいいだよね、はい、こんなこと言っちゃうと高校3年間なんで、そうゴム体になって感じなんだけど、はい、あの社会に出てる人を見ると高校時代うまくいかなかったけどっていう人もいるので、そうですね、ってなった時に、だから選ぶ時にもちろんちゃんと選んだ方がいいのはそうなんだけど、うん、夢がないと選べないということではないと思うの で、 そうです、ね、でしかもまあ中学1年生って言ったらこれからも、そうですね、こっからの14歳15歳、はい、すごい世界が開けてくるわけじゃん。まだ中学生で始まったばっかりですもんね、うんうん、すごい、こっから2年で見えることってすごい、はい、どんどん新しいことが分かる。いや、そうでしたね。いや、もう一回すればできない体験がいっぱいできるようになってくるので、はい、それを見るとその夢とは呼ばないかもしれないけど、あ、こういうこと面白いなとか、はい、なんかここいいなとかになるし、あとは友達がね行くとこでもいいわけ。確かにそれいいですね。そうそう、過ごしやすいことは大事だったりしますけどね、はい、ということを考えながらですね、選んだっていいんじゃないかなと思います。いいと思います。はい、もう一問ぐらい軽く言っとこうかな。はい、あと一分半とかですね。はい、高2です。目標までの道のりが遠すぎてやる気、頑張る意味をなくしてしまいます。こうなってしまった時はどうすればいいのでしょう。どうすればいいですかね。よくありますね。あるよね。はい、例えば高2とかだとさ、はい、受験まであと1年以上あるな、そうですね、なるからね。まあやっぱり困難は分割せよだと僕は思うんですよね。クイズノック、はい、まあ、振り返りライブでは毎回やってるやつですね。どうしようってなったら、はい、それをちょっと細かく分割して近場を見ると。大学受験なんかでも自分が解けない問題をまず解けるようにするっていうのが一番ちっちゃい目標としてあるでしょうし、参考書何ページまでやるとかそういう目標で見て最終的に大きいゴールを達成できればいいんじゃないかなと。そうですね、思います。やっぱりこうなかなか受験に受かるためってところを見据えすぎると分かんなくなっちゃうから、そのための近場として期末テスト頑張ろうでもいいわけだし、その先々のこと考えると疲れちゃうなって人は本当にこう自分の好きな科目の高校をできるようにまずしとこうみたいな、うん、風な勉強でもいいと思います。そう、苦手なことはさ、まあもちろん早めに取り組めたらいいんだけど、得意な分野があると後から苦手なことにも集中できるようになるから、はい、ってなったら今気が向くところから始めたってリズムができてくるしね、はい、っていうこともできると思いますんで、
身近なところから頑張っていきましょう。分割して近場近場を目指してください。はい、あとはやっぱそれを達成できる自分に喜びを見出せば、合格の喜びが結構先のことだったとしても楽しめるかもしれないですね。ですね。はい、ということで、ハッシュタグ休憩中の休憩に質問でいろいろ募集しておりますので、気になったことはぜひ質問してください。はい、それでは、お、ちょうどだね。そうですね。では後半戦やってまいりましょう。皆さんも目標を宣言した後はチャット欄を閉じて残り25分集中してください。はい、ではまいりましょう、レッツゴー。
終わりかな。終わりです。お疲れ様でーす。お疲れ様です。リアリが。リアリが。あ、やべやべ。ないっすか。しちゃった。はい、お疲れ様です。皆さんどうでしたでしょうか。今日はどうでしたか。いや、僕はちょうど目的の1章分ですね。第2章マネーを上のところ全部読み終わって、はい、次の章の始めぐらいまで食い込みに仕上げました。いいね、ちょっとオーバーグレーできたわけだ ね、はい、俺もちょっと途中めっちゃ疲れたけど、意外とその読んでたら150の後200軸まで読んでたら調べ物したくなっちゃって、はい、調べ物でちょっと文章を読んだりして手間取りましたけど、150を前半でやって、もう50問をこれで後半でやって、さらにもう1回頭から解き直すで100問ぐらい解けましたということで、まあそうですね、プラン目標クリアですね。そう、目標クリアしました、はい、さあ皆さんもどうだったでしょうか。どうでしたでしょうか。ぜひ自分のですね出来というのを確認して次につなげてください、はい、でそういうのをですねハッシュタグとかでシェアしていただけるとみんなの、期待にね、はい、みんな期待が膨らむというか、意味な何言ってんだ俺は、ちょっと疲れが出てるな。みんながこうシェアすることによってですね、お互いの進捗が分かるようになったりして、次につながると思いますので、はい、ぜひ頑張ってください。ということで、コメント欄とかもですね、もろもろ書いていただければ我々見ておりますので、ぜひよろしくお願いします。休憩学ぼうメイトとかでも仲間を探してみてください。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。バイバイ。チャンネル登録よろしく、ツイッターのフォローよろしく。続きもんにしてね。